藤井アナファッション王決定戦、決定戦、イエーイ、よー来た来た、ようやくねやりたかった企画ですよ。来ましたね、来ましたね、来ました。ということで、まあ今日はこの2人をおしゃれだと私が勝手に思ったので、ありがとうございます。どっちが真のファッション王なのか、コーディネートを組んで対決してもらおうと思います。頑張ります、負けないように。いや、杉原さんを見るからにもおしゃれって、ね、これ見てください、これ、ちょっとね、いろいろ気合が入りすぎて、はい、いろいろアイテムとかつけてきちゃいましたけど、今日のファッションポイントを教えてください。はい、今日のファッションポイントはまず一つ目も、この中に着てるジュールの、これジレなんですよ。あ、ジレなんだ、ね、今流行ってるじゃないですか、チュール、うんうん、でこれなんかジレっていうの珍しいなと思って、ジーンズのセットアップの中にあえて着るっていう、かわいい、ちょっと黒で決めてきた割にちょっとここで花を見せるという、なるほど、うん、はい、いいね、結構ポイントになってます。はい、でプラス、まあ、ちょっとしたことなんですけど、このステッチ、うんうん、この糸の色がオレンジなんですけど、うん、こことシューズのこのステッチの黄色色、うんうん、色味を合わせたりとか、あとアクセサリーもシルバーで、ジップもシルバーとか、うん、この統一感を所々で出してます。綺麗、整ってますよね、うん、本当ですか、ありがとうございます。靴まででセットって感じします、うん、はい、そうですね、トータルで考えてます。続いて東永さん、はい、全身黒で、でも黒だけだとどうしてもこうなんかぼやっとしちゃうっていうか、うん、なんで結構まあ、シルバーのアクセサリーを結構手元につけて、まあちょっとここで何ですか、ちょっと色を出すっていうか華やかさを出すっていう感じで、で僕結構このお尻とか太ももが結構太くて、ここに合わせるとサイズがあんまり合わなくなっちゃうんで、このパンツが結構気に入ってて、ここにこうセンタープレスも入ってるんで、シルエットも綺麗に見えて、でこれレディースなんですよ一応、ウエストが細くて、なんでちょうどいいぐらいのすごいフィット感で、でなんかまあインしてちょっと足長く見せられたらなっていう、で靴下白にしてちょっとチラッと見せてちょっと抜け感を出しているっていう感じです。はい、ちょっと似てんのよ、東中と私がちょっと黒ベースにシルバーアクセを合わせるってところも、はい、でもこれも鉄板ですよね、鉄板なんですね、まあ、ちょっと鉄板なんだよね、はい、これはやっぱインできる人って、うん、私上級者だなって思う。あ、そうだね、これちょっとイン流行らそうかなみたいな男性アナウンサーの中で、確かにみんなアウトスタイルだね、はい、みんなアウトスタイルなんで、うん、でも似合ってる、本当ですか、ありがとうございます。今日はある方をイメージしてもらおうと思います。ある方、はい、はいはいはい、では登場してください、どうぞ。誰だ、お、誰だ、誰だ、お、誰だ、どうぞ。徳田です。よっ、徳田ね、よくんの私服わかんないわ。お願いします。私服が本当に僕はダサくてですね、うん、それをバレたくなくていつもスーツで着てるんですよ。スーツで行き帰りしてるの？スーツで行き帰りしてます。私は、え、衣装、衣装で行って着替えて仕事をして、でそのまま帰って、でまた出社して着替えるみたいな。私服のスーツじゃないんだね。そうです。衣装だった、ね、自前じゃありません、これは。正直見たことないっていうのが一番最初です。ないな、どういうイメージも、どういう系統を着るのかなとか。あー、でも確かに会社に着ていったことほとんどないかもしれないですね。お、じゃあ早速私服に着替えてもらえますか。はい、わかりました、お願いします。それが楽しみです、すごく。はい、お願いします、お願いします。では登場してください、どうぞ。はい、どんな感じ？初めて見るね。ドキドキします、なんか。お、あ、シャツ、はーい、もう恥ずかしいですよ、本当。お、でも言ってたよね。本当、T シャツとかよりは、うん、こういうなんか襟、うんうん、ついてるものが好きで、うん、なんかこんな感じですね、いつも。シンプル、イズ、ベスト。この第一ボタン開けるのはもう、第一ボタンは、あ、なんか普段開けてますね。いや、まあ閉めるよりは、開けてた方がなんかあれかなっていう、ね、閉めてた方がいい、逆に閉めちゃって、うん、私はこっち開けたい。ちなみに着たことないなとかさ、なんか柄物とか、うんうんうん、あとはストリート系とかはあんまり着たことがなくて、うんうん、どんなものが着ないよ、見て見て、例えば、うん、これさ、東中の服、あ、これですね、これ、うん、僕の私物なんですけど、これかっこいいですね、うん、全然普段こういうの着ないですね。なるほどね。じゃあこれをストリート系とか言ったらこれとも違う、こういう感じですね、これとか、うん、あとはこれあれ何でしたっけ、チゲでしたっけ。これがいいですね。僕はチゲは韓国の料理でしょうが。そうでしたっけ、ジレです。ジレですか、はい、ジレ、これおしゃれすぎてちょっとこれがいいな。
え、これも使えない？ちょっと待って、これも難しい。それも難易度がぐっと上がっちゃうんですけど、帽子とか被んないの？あ、全然被らないです、帽子は。帽子ね、キャップとかハット的なやつも。これはあのスタイリストの腕が試されます。なるほど。では制限時間10分でコーディネート組んでください。よーい、スタート。お、はい、よし行こう。楽しみ。東永さん、はい、コーディネート、やっぱり素材がいいので、徳田さんはスタイルがいいので、もう多分シンプルに意外とまとめちゃってもいいんじゃないかなと思います。これもうすでにパンツ持ってますか？これパンツ持ってます。これ僕いつも着てる私物なんですけど、これ、はい、僕もあれ使いたいんですよね、やっぱり私物。あれはちょっと使い回しでもいいですね。はい、狙ってますね、杉原さんがね。これパンツから選ぶかとか、いつもどっから選ぶんですか？うわー、それも主人公をどこにするかで本当変わってくるんですよ。主人公とは、そのプラスプラスで色は使えないなってなると、もうこれを主人公に、これを引き立てるアイテムをとにかく入れていく。だからもう上半身カラーとか下半身カラーじゃなくて、今日は上半身主人公、今日は靴が主人公っていう、そこから入りますね。すごい勉強になります、今の話とか。いや、なんでどうしようかな。靴大事なんで、靴をだからこっちが多分気にお気に入りなんですよね、多分厚底なんで、はい、これは結構お気に入りかなと思うんで、カジュアルって言ったら多分この2つどっちかかなみたいな。これ東中さんの私物。これ私物です、僕の。はい、今手にしてるのはシャツなんですね。シャツなんですよ。これだからちょっと、まあ、ジーンズより被りたくないんですよね。あ、確かに全然違うね。私は挑戦したい。綺麗めで、じゃあ綺麗めの新境地みたいな。はい、綺麗めすぎない。おうおう、カジュアルと綺麗めの間。あ、杉原さん得意の引き算じゃないですか。はい、引き算をしつつ行き過ぎないところで、今してもらったんですけど、大体わかりました。大体いい感じです、もう。はい、え、楽しいよ。どうだろうどうだろう。 え待って、来てるかも。ファッション王では、まず先行は杉原さんです。はい、テーマ、あの春のイメチェンなんですけど、はい、タイトルつけるなら何ですか？お花見行こうよ。おー、 お花見ね、うんうん、はい、あのアイテムを使えば、うん、女性はあ、いいなって思う人続出するアイテム1個使ってます。おーほーほーほー、じゃあ気になりますね。早速呼んでください。それでは徳田くん。はい。楽しみ。え、かわいい。どうでしょうか。かわいい。確かに。お花見行こうよ。あ、行こう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 。どうですかどうですか。かわいい。いや、なんか普段こんな着ないですね、全然。女子キュンポイントのアイテムなんですか？キュンポイントのアイテムはやはりトレンチコートって、これ好きな人多くないですか？これをね、ちゃんと着こなせるっていうのもいいね。はい、だからそれこそやっぱスタイルがいいから、このトレンチコートもやっぱこうきちっとさせてみせるというか、うん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 、でさらに私がこだわったところはやはり春ということなので、うん、ちょっとこう水色とか、うんうん、まあ、淡い色も入れたいなということで、うん、ジーンズ生地足すこのちょっとジーンズっぽい、ね、シャツをあえて入れるっていう、いや結構これ上級者ポイントだよね。うん、そうなんですよ、これ上級者で、うん、でこれセットアップじゃないもの同士をやっぱ組み合わせるって、うんうん、なかなか自分ではしないですよね。しないですね、全く。初めて着たかもしれないぐらいです。でここにあえて白のスニーカーを合わせることで抜く、うん、ここが抜けなんですね。抜け、へえ。プラス徳田くん帽子あんま被らないって言ってたから、被らないですね。ちょっとやっぱキャップ挑戦してほしいなと思って、うんうんうん、色味もこのちょっとまあ
黒っぽいのと、このベルトの黒も合ってるし、はい、この真っ白、ベージュでちょっと真っ白っていうこのバランスも相まって、まあ、統一感が出たんじゃないかなと思います。すごい、ちょっと自分で鏡の前で見てみよう。確かに、ぜひ見て。そう、まだちょっと見てないんで失礼しますね。ごめんなさい。おおおしゃれ。嬉しい。シャツインをしたことがないんですよ今まで、うんうん、それはちょっとハードルが高いなと思ってやってこなかったんですけど、うん、意外と似合いますね。うわいや、自画自賛って大事だから。大事だ、大事だ、大事だ。綺麗めに行きすぎず、うん、カジュアルにも寄りすぎないっていう、そこを目指したのよ私。あ、じゃあもうまさにですね。うわ嬉しい、よかった、伝わって。めっちゃいいですね、はいはいはい、自信のほどは？いや、まず杉原さんとは全然違うような感じですし、ストリートとかカジュアルっぽいのあんまり着ないっていう感じだったんで、うん、比較的そっちに寄ったかなっていう。タイトルは？俺、徳田総一郎。俺様系？俺様系というか、こう結構男らしいっていうか、うん、自信あります。はい、呼び込んでください。はい、それでは徳田さん、どうぞ。いいね、これもいいんだけど。いいよ。どうですか、俺徳田総一郎。ありがとうございます。いいね、だからもうがっつりカジュアルに寄せちゃったっていう感じです。これだと多分スーツの時のギャップがすごいなっていう。すごい、うん、結構このパンツがすごい存在感あるやつなんで、うん、ね、がっつりカジュアルで、だから割とスニーカーはシンプルなもので、はいはい、ここ開けないんですか。これはちょっと迷ったんですけど、うん、まあ一応もう閉めて、ちょっとまあ中白見えるぐらいでいいかなっていう僕の判断で、最終調整の。はい。なんかこれ結構ポッケにこう手突っ込みながら歩いてほしい。まあ、もうそういう感じで。うわー、でもあんまりバッグとか持たずに、もう荷物あんまり持たないみたいな。ここに入れてるみたいな。うわー。なんか頼りたい。ああ、そういう感じ。うん。ついてこい感がある。あるある。じゃあ鏡の前でぜひ。お願いします。ください。どうですか？おー、おー、誰って感じで。でも多分着ないんですよ、これは。着ない、はい、着たことがない。あ、でもかっこいいね。似合ってると思います、僕は。いかつい。いい。平さんですよね。はい、似合ってます、似合ってます。お似合いです、お似合いです。はい、なんか未知の世界だな、これ。うん、なんか冬だったらニット帽とかかぶせたいね。そうですね。で、なんか、これも、ポイントだ。ギャンギャンに。でっかいブレスレット。でっかいブレスレット。まあ、これはもう、密かに見えても見えなくてもみたいな感じで。主張はしない方が。主張はしないっていう感じで。動いた時にちょっと。動いた時にちょっと、意外とじゃらい、じゃらいのつけてんだみたいな。ね、じゃらいの、じゃらいの。じゃらいの。じゃらいのっていうのが、はい、確かに、じゃらじゃら言ってる。いい、すごい、いいです。うわぁ、かっこいい。かっこいいな。結果発表よっ、ドキドキする。ドキドキ。いやー、ちょっとね、本人出てくる前に一回、はい、まあちょっとエキシビション的に、はい、今日いつもいる YouTube スタッフ2人と、うん、私の票では今2対1に置かれております。おー、いい勝負。でも今日春のイメチェンというね、はい、タイトルでやってますけど、うん、2票取ったのは杉原さんです。あー、ありがとうございます。逆に徳田さんの評価だからどれぐらい影響があるかっていう。あ、もうそれで1番。5万点です。5万点。はい、かしこまりました。でもそれが全てということで。はい。では、徳田くん、お願いします。はい。わぁ、わぁ、わぁ、勝ちにしました。こっちか。迷ったんですけど。迷ったね。迷いました。はい、でもなんかあんまりにも、うんうん、ちょっとなんか、自分と思えなくて、鏡を見て。そうだね。イメチェンって言うと、いや、こっちかーという結論に至りました。ということで、今回の勝者、東中くんです。やったー、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。まず、杉原さんが選んでくださった服は、もう本当に春っぽくて、普段全然着ないコーデで、あ、もうこれ、ほぼ勝ちじゃんって最初思ってたんですけど、うん、東中くんの選んだものは、なんか、本当なんか想像すらちょっとできない、綺麗めな服をずっと選んできたので、
こういう結構いかついっていうんですか、結構、イケイケな感じの服ってもう着ようと思ったことすらもなかったので、やっぱイメチェンギャップでいくとこっちの方が振れ幅大きいかなと思ってこっちにしました。イエーイ。よっしゃ。確かにさっきが爽やかだった分急にこれになったらちょっとキャップがね、こんなでっかいブレスレットつけたことないし、ね、これ会社につけれたら言われるやつですよね、そうだよね、多分言われるやつです、はい、挑戦させる心というか、まあ、動かすことがちょっと私は足りなかったかもしれないです。いやー、もうあれも、いや、素敵でした。よかったっすね。悔しい、これリベンジしたい。いや、リベンジしましょうよ、じゃあ。次回も。ぜひ。絶対、取り返すから。ぜひ、かかってこいっていう感じです、それは。お、まだ1回なんですけど、はい、続編がありそうな予感がね、しますね。ぜひぜひやりましょうよ。本当です。はい。皆さんの高評価と、グッドボタン、チャンネル登録が、励みになります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、またお会いしましょう。バイバーイ。バイバイ。